あなたの職場を 5S で笑顔に、スマイルシステムサポートの上石です。今回は人数が多い会社での 5S 活動方法についてお話しします。 5S 活動とは社員全員が働きやすい会社を作っていく活動ですが、その本質は自分たちでルールを決め、そのルールを全員で守っていくことです。それが一致団結した強い組織を作っていくことに役立ちます。そのために原則として 5S 活動は全員参加が必須となります。ただ実際に取り組むとなった時、社員数が多いほど全員参加するのが大変になってきます。そこでおすすめするのは小集団活動です。人数が多くても少なくても 5S 活動は基本的にはこの小集団活動で進めることをおすすめしているのですが、今回は改めて人数の多い会社での小集団活動の進め方とポイントについてお話しします。このチャンネルでは 5S 活動の話を中心に業務改善や人材育成などについて役立つ情報を配信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは小集団活動について。小集団活動とは社内でグループを作って、そのグループ単位で活動を進めていくスタイルです。進め方としては、まず4人から6人程度の小グループを作ります。必ず全員がどこかのグループに所属している形にしてください。次に各グループごとにリーダーを立てます。このリーダーは今後引っ張っていってほしいと期待する若手社員に任せるのが理想です。 5S 活動を通して人をまとめたり話を聞いたりということの練習になり、それが他の仕事でも必ず活かされるようになるので、ぜひ活用してもらいたいと思います。グループとリーダーが決まったら、そのグループごとで会議を開いて目標や年間計画を立てます。その後は定期的に会議を開いて活動内容を決め、計画を立てながら活動を進めていきます。グループ単位で進めるとなった時のポイントは、どのグループがどの場所の活動を行うのか、責任の所在を明確にしておくことです。活動場所が被ったり放置されてしまうような場所ができないように、あらかじめ話し合って決めておきましょう。そしてグループで会議を行う際のポイントは、リーダーが一人一人からしっかりと意見を吸い出すことです。これは一人一人の活動への参画意識にも関わり、それが活動の浸透スピードに関わってきます。大人数の場合、一堂に集まって会議を開いても、いつも特定の人が意見を言って他の人が黙ったまま会議が終わるということになりがちです。これは他の人が人前で意見することが不得意だということも原因として考えられますが、それより問題なのは、人数が多いことで誰かが言ってくれるだろうという人ごと感、つまり参画意識の薄さです。誰しも多かれ少なかれ何かしらの意見を持っているはずです。でも何かを大人数でやろうとすると、必ず他人任せにしてしまう人が出てきます。その点、小集団活動では人数が少ないので、大勢の前で意見するのが得意ではない人にも話しやすい環境になります。また、自分たちで意見を言わないと進んでいかない状況になるので、一人一人に参画意識が生まれやすくなります。そのため、リーダーが一人一人からしっかり意見を聞き出すように進めることが大切になってきます。冒頭でお話ししましたように、 5S 活動は全員参加が原則なので、参画意識がとても重要です。小集団活動での大きなメリットは、この参画意識が生まれることです。小集団活動でのもう一つのポイントは、リーダー会議を行って活動内容を共有することです。グループ単位で活動を進めていくと、周囲の活動の現状が分かりません。どんな計画を立てて、どのような改善を行っているのか、進捗状況ややってみた成果など、しっかり共有することが全体の活動を継続していくために重要です。また、 5S 活動で決めたルールは全社員で守っていかなければならないので、必ず共有が必要です。そこでやっていただきたいのが、定期的なリーダー会議です。リーダーはグループで出た意見や決まった計画、活動内容や結果などをまとめて、月に1回リーダーだけの会議を開いて情報共有を行います。そしてリーダー会議で決まったことをまたグループで共有します。グループによって活動の進むスピードに必ず差は出てきますが、うまくいっているグループの改善事例を共有することは、他のグループの参考や刺激にもなりますので、積極的に共有していきましょう。このサイクルを1ヶ月のペースで進めていくようにしてください。他のグループを引っ張っていってくれるモデルになるグループができてくると、活動の浸透は加速していきます。ということで、人数が多い会社での小集団活動についてお話ししました。まずはグループを作ることから始めてみてください。わからないことがあればコメント欄までお願いします。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。スマイルシステムサポートの上石でした。